じゃあそれではですね、早速お題の方行きたいと思います。OK です。はい、まずは女の子からの質問、エミリちゃん、16歳の女の子からの質問です。お年頃ですね。お年頃ですね。そんなエミリちゃんの、エミリちゃんのお悩み、本当に日本が大好きなんですけど、あ、嬉しいですね。周りの人が私のことについてオタクのようだと言います。私は全然オタクではありません。どうやって周りの人を納得させたらいいのでしょうか、というお悩みです。生まれたもので必ずするような気がするけれども、
5番手、はい、それではですね、女の子、23歳の女の子からいただきました。寝れなくてかなり疲れます。ぐっすりと寝られる